はい、ということで、ワイキングルシキアンです。パンパンパン。パラララ。さあです。ゆきやんです。今日はね、大したことはしないんですよ。というのも、何をしたいかというと、何をね、皆さんにお見せしたいかって言いますと、僕が普段、お店にいてる時に食べてるものを、なんかこちらと紹介できたらいいなと思って、ただただそれだけの動画です。で、まず、もう早速いきますよ。もうこんなんもサクサクっともう何も面白みないからね。もうほんまにもう、こんなん YouTube の数稼ぎね。これね、ファミリーマートは僕近く、店の近くにファミリーマートあるんですけど、これね、ファミリーマートの、とろーり卵のデミオムライス、426円。とちょっとねサラダも健康して豚しゃぶサラダパスタサラダこれはおいくら万円330円でポケチキポット基本ねまあこれ食べたりあとまあ唐揚げ弁当とかですねファミリーマートの唐揚げ弁当とかを食べがちですでまあサラダもちょこちょこ食べてって感じで、それを食べて基本1日ね1000円いかないですでも高いですよねお昼ご飯に1000円だから500円以上でも高いって思うんですけど1000円です1000円ぐらいかかりますいつもだから僕食べるとき結構ね食べちゃうんですよねただ朝とか画面が見くれてますすいませんすいません画面が見切れてるじゃなくて朝ごはんね食べないんで僕はというのもオートファジーっていうのをしていましてオートファジーっていうのは皆さん聞いてますか今ここまだ耳あるみんな耳あるから聞こえてますか皆さんオートファジーっていうのは16時間ね仮に、最後食べたのが夜中の10時やとします夜中の10時から、寝るのも合わせて16時間後というので2時ですねお昼の2時だからそこから16時間空いてますねその間食べなければ健康になるんですよ健康体というのもその10時間経ったら脂肪は燃焼されるんですよお腹の中で 何も食べなかったらね10時間何も食べなかったら脂肪燃焼が始まるんですよ10時間からで16時間後からオートファジーといってこの中にあるその何やろ脂肪とか色々その毒素を逆にねエネルギーに変えて循環してくれるのでもしオートファジーね毎日こう1ヶ月とか2ヶ月とかもう何年もやっとったら、ね、目覚めも良くなるお腹も空きにくくなってそのまあ食費の経費とかね、まあ、そういうのはまああれですけど、まあ、抑えれるっていうのとあとまあお肌が良くなるで若返るっていうのがもう一番のもう最高のアンチエイジングですよそうそうそうやしこうやっぱ無駄にねご飯は食べないので他の部分にやっぱこうエネルギーを追加できるっていうかいただきますね食べながらちょっと話していきます仮にだからもうめっちゃ食べるの好きやったら食べるのに時間食うじゃないですか言うたら食うかけましたありがとうございますゆきっちですそれでね仮にだからめっちゃ遅く食う人とかやったらちょっとカメラ移動しましょうめっちゃ遅く食う人とかやったら30分とかかけて食べるじゃないですかそういうのってやっぱ僕的には、まあ、大阪人やからせっかちっていう部分もあるかもしれませんが1日24時間しかないんですよまあ相対性理論上で考えたら24時間じゃないかもしれませんが一般的に見ると1日24時間皆さんが平均的にも平均ってか均等に分けられて持ってる時間ですよねそれをみんなと同じようにゆっくりこう食べてたりとかしとったらねもう時間がもったいないせっかちさんですゆきやんもうゆきやんせっかちさんやからいつもご飯屋さん行ってもね食べに行ってもね一緒にどっか食べに行ったとしても食べ終わったらもうぐらいで行きますもう食べ終わって携帯とかいじるのめっちゃいいですっていうのもその携帯いじるのは別にね移動時間とかもねできるしそのお客さんとか並んどってタバコ吸ったりとかねつまようじでペペペってやっとったりなんか携帯いじったりご飯おいしかったねとかねあれめっちゃ嫌なんですよ後ろ待たしてんの後ろ突っかえてんのにほんまやめていただきたいみんなこれからねもしいただきますいただきますうんまっお店の板にもなんか洗い物めっちゃ溜まってんのに下げれないとかそのお客さんのねその空間があるのに下げるのはもおかしいしその礼儀的にね自分らがこうある空間自分の空間やのにまあこんな話でいいかおはよう世界やであとねこれ僕基本ねこういうファミチキとかスパイシーチキンとかね頼むんですけど1個にまとめちゃいます僕もうあかん癖ですもうこの行儀悪いの分かってますけど合わせ味噌しちゃうわ合わせて食べるの美味しいです食べやすい1個のプレートに全部入れたいんですよ僕は正直だからもうビュッフェ式ですよね僕ビュッフェで生まれてきた生まれてからビュッフェで哺乳瓶とかもねこうあって飲みたい味飲みやとか餃子とかもね中華料理とかもこうバーっていっぱいあっても食べたいやもう食べやってそういう環境で生まれてきただからもうこういう食べ方しかできない僕はあとね改めて動画上でもちょっとお話ししたいんですけどこれねファミリーの方からねカップヌードルミュージアム神奈川県にあるねカップヌードルミュージアム横浜ですかいただきましたありがとうございますほんまに他にもね、クッキーサブレであったりとか、おまんじゅう、あと、アニアの娘やんが喜びそうな、アンパンマンのヌードルとかね、プレゼントいただいて、ほんまにありがとうございます。ワイティーブロース
とりあえずね、あの TikTok ライブも変わらず毎日やっています。最近ね、あのアニアン現場仕事で忙しくて、僕が配信とかね、僕の YouTube が、僕がね、画角にこの一人で収まってる動画が多くて、ちょっと皆さんね、アニアンロスしてるかもしれませんが、もうすぐしたらアニアンがいっぱい出てくるから、もう楽しみにしといて。うん、雪やんばっかじゃ嫌とか、雪やん面白くないから嫌とかやめてね。編集時技術で笑わかしてんの俺の方やけど。頼むわ、マジで。そんな感じで本日の動画はこれにて終了しようかなと思います。ゆっくりねご飯も食べて、あとまあいろいろ動画も撮っていきたいなと思うので、またねこの服と服装とかを見かけたら同じ日に撮ってるんやったらぜひとも思ってくださいね。では皆さん明日の動画でもお会いしましょう。 YT ブロスゆきやんでした。さよなら。パラララララ YT ブロス YT ブロス YT ブロス